はい、それあ、三谷と申します。あ、よろしくお願いします。ニーミーユキと申します。よろしくお願いします。お願いします。今回の動画は、人を幸せにする人が一番幸せになるがポリシー、茨城県つくば市本田秀樹さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。福岡スクエアガーデンさんで1月13日トークライブを行います。終演後ファンコミュニティ限定の打ち上げも行いますので、よかったら入ってください。今の人さんは、はい、元オウム真理教の幹部だった新見統一さんのお奥さんだと。あ、そうですね、はい。まあ、で、死刑が執行されまで、はい、これ連れ添われたっていうことなんですかね。はい。で、今はこういった取材とかも受けてらっしゃるっていうことなんですかね。ほとんど受けてないですね。あ、でもなんかロフト、ウエストさんとかでなんかイベントとかで出てらっしゃいましたね。あ、なんか声がかかったらしてるだけです。あ、そうなんですね、はい。年齢とか聞いてもいいですか。年齢は46です。46歳。死刑が今執行されてから何年ですか。5年ですね。5年経たれて、うん、はい。今はちなみに何されてるとかお仕事とかで言えたりしますか。はい、普通にも会社員やって、会社員の事務ですね。うん、まあ、元オウムの旦那様だった方とは獄中結婚っていうことなんですか。そうですね、はい。はあ、だからもう捕まってることが分かっていながら結婚してるってことなんですね、うん、はい。新見智一さんっていうのは、うん、松本サリン事件とか、はい、坂本弁護士一家殺人事件とかの実行犯っていうことそうですね、なんですよね。13年死刑になったんですけど、オウム真理教の方々の場合13、そうですね。その死刑は確定してない段階で獄中結婚してたって感じですか。あ、結婚したのはもう確定後ですね。死刑確定後、はい。で、まず新見さんは旦那さんのその新見智光死刑囚と出会ったのはいつなんですか。出会ったのは2007年の時で、私が29の時なんですけど。ってことはもうあのオウム真理教は、うん、とっくに解体してる時ですか。はい、私が入会したのが2002年で25の時なんですけど、うん、そこで普通に浸透してたんですけど、大体4年後ぐらいに出会った感じですね。じゃあまずその新さんがオウム真理教に入る前までの話を聞きたいんですけど、うん、まず出身はどこなんですか。はい、あ、大阪です。うん、で25まで入信するまでどんな人生があるんですか。もう本当に普通ですよ。学校行って卒業して就職してって感じで、別に何の変哲もない人生ですね。その何の変哲もない人生で就職した時は、何に就職してたんですか。いや、普通に本当に一般企業に就職して、でもあの途中で辞めて、でアルバイトとかしてる時にアレフに入会したんですよ。その何でアレフを知ったんですか。あのアレフってあれですよね、要はオウム真理教の後継団体っていうことなんですかね。はい、そうですね、後継団体ですね。後継団体で娘さんとかが、リーダーをやってたんですよ。私が入った時は上優さんが代表でした。あ、上優さんが代表で、はい。上優さんが代表の時になぜそこに入ろうと思ったんですか。なんか2002年25の時に本当になんかすごい暇な時があって、はい、でなんかインターネットで調べてたらアレフのホームページがあって、はい、どうしてんやろうぐらいの軽い気持ちで道場に行って。それって世間のイメージだとちょっと怖いっていう感覚の方が強いような気もするんですけど、うん、そうですね、なんかあんまり何も考えんと遊びに行って、はい、まあ、勧誘されて入ったみたいな。でも本当好奇心だけで。あ、そうです、はい。25歳の時に、うんうん、2002年ですから、うん、そのまあサリン事件とか、はい、さっき言った坂本弁護士一家殺人事件とかっていうのが、はい、行われてたってことは知ってますもんね。そうです、はい。その道場では何をしてたんですか、そこのアレフ、当時のアレフは。あ、本当に普通にもう本当に正原さんのビデオ流れてて、立位礼拝したり驚愕したりビデオ驚愕したりセミナーしたりと同じですね。で、それは入った理由としては、
もうちょっとその進行してたんですか。うん、なんかとりあえず道場の人と仲良くなって誘われたから入ってから修行を始めたって感じですね。それって別に最初暇つぶしみたいな感覚で言ってるじゃないですか。はい。真剣になっちゃった理由って何なんですか。セミナーとか大型セミナーって年3回あるんですよ、全日程10日ぐらいの、はい、なんか自分の中でノルマを決めて、まあ、全日程全部泊まりがけで出るってノルマ決めて、はい、出るようになったらやっぱり楽しいし、なんかいろいろ体験とかもできるから、はい、イニシエーションとかも上流さんのとか受けたりしとって、はい、で楽しくなってきて続けてましたね。それイニシエーションってどんなことするの。私が受けたのはなんか上流さんのなんか法輪のイニシエーションとかいうので、なんか上流さんがあの時整体師って一番上の人だったんですけど、なんかこう法輪のなんかこうこれを頭に乗せてなんか水をかけてたぐらい。へえ。そんな時の上流さんはまだ朝原さんを崇拝してる状態の、うんうん、してました。はい。でそこから新見さんはでもその入会してアルバイトとかやめるんですか。うん、あ、いえいえ、そんなん普通に家から通ってるんで、働きながらセミナー代とかもかかるんで。ああ、うん、そっか、なるほど。じゃあ普通に一般社会とも関わりを持ちながら、うんうんうん、でもアレフに当時入ってるっていうのは、うん、その言えるんですか、その友達とかに。言ったり言わなかったりですよね。いい反応はないですよね。やっぱり事件からまだ8年ぐらいしか経てなかったし、楽しかったから続けてましたね。そうか、会自体はサークル的なノリだから、うんうん、友達とかがいたら、うん、どんどん楽しくなっていくような、そうなんかものになってるんですか。はい。それってモチベーションとしてはそのアレフの中でちょっとずつこの役職が上がりたいなみたいな気持ちもあるんですか。あ、でも在家やし、もう事件後で法輪でもらえたりとか役職が上がる人って基本いなかったんで、法輪ネームだけは欲しいなって思いました。法輪ネームはどうやって当時もらえたんですか。当時っていうか夫と結婚した時にもらいました。新見智光さんは、うん、当時、うん、その新見さんは、うん、アレブに入った時はもう獄中ですか。はい。どうやって結婚するってなんですか。なんか私が29の時になんか道場でサマナ出家信者の人が、はい、遠藤誠一さんに会いに行ったって私に言ったんですよ。え、会えるんやって思って、えどうしようと思って、なんかとりあえず東京拘置所に手紙書いて夫宛に、はい、そしたら返事くれて会いに来てくださいって書いてたから、もうすぐ東京行って会ったみたいな。え、それは、うん、なんで会いたいと思ったんですか。その、うん、なんか整体師っていうステージではすごい一番上のステージで、上流さんもそうなんですけど、うん、どんな感じなんやろうって本当に好奇心から会いましたね。てか会えるんですね、死刑囚と。あの死刑囚じゃなかったんですよ、まだ二審が始まっ二審中で、オウムの人たちって一審が終わっても接見解除されなかったんですよ、うん、二審が終わるぐらいのタイミングから接見解除一気にしだして、うん、信者の人たちがみんなわって会いに行った感じで予約取って、うん、毎日一人とかそんなんなんですけど、うん、ただ予約取って会いに行った、毎日いろんな信者が会いに行ってたんで予約取ったみたいな。私もちょっとやっぱ、うん、そのアレフ信者の中では、うんうんうん、まあ、相手捕まった13人の幹部たちっていうのはちょっと憧れの的だったりしたんですか。アレフ信者っていうか多分、うん、みんなそうじゃないですか。やっぱりそれはそうだと思いますよ、うん、お手紙にはどんなこと書いてあるんですか。なんか自分の修行の体験談とか、あとは会いたいですって書いてリツイライハイとか、リツイライハイあとはなんか呼吸法とかバヤビアとか、まあ、座禅組んで驚愕とか、うんうん、そうなんですね、うん、っていうのを手紙にしてたの。そうですね。面会って東京拘置所で何分ぐらいかかるんですか。15分か20分ですね。そこでどんな会話したんですか。いや、なんか最初はすごい緊張してるから、まあ、自分は今こういう修行しててこういうことで悩んでますけどどうしたらいいですかとか、そんなことぐらいですね。当時何が悩みだったんですか。あ、なんかやっぱりこう全然その修行が進まないこととか、やっぱりできる人はすごいできるのに自分はできなかったから、それを結構相談してましたね。
当時のできる人とできない人の差は何なんですか？やっぱりいろんな神秘体験してるとかしてないとか、あとはやっぱり心が変わっていくかいかないかとか、なんかそういう、もう簡単に言うとその上の人に認められるかどうかっていう話だそうかもしれないですねあ、その時まだ上位さんトップですか？2007年。あ、でも、うん、もうあのほら光の輪に作ってました。言いなかったですね、2007年は。そうなんですか、うん、そのごちゃごちゃとか見てるんですか？はい、大阪だったんでね。はあ。え、そのアレフと光の輪の分裂は、うん、その当時の、まあ、一信者の任務さんがどう映ってるんですか？上優さん何してんやろみたいな。なんか別にそのやっぱりその信者になったからには、まあ、朝原孫子って感じじゃないですか、うんうん、それを否定してはるから、なんかちょっと別についていこうと思わなかったです、ね、うん、あ、でも任務さんでもその頃にはもう立派な朝原信者なんです、うん、あ、そうですね、はい。でもすごいですよね、うん、その興味本位でしれっと入って、うん、見事にちゃんとのめり込んでいったんですね、あの事件後にもかかわらず。そうなんですよ、ほんで最終的に今みたいになっちゃってる感じですね。逆にニュースで見てた頃は、うんうんうん、からすでに魅力を感じてた。いや、なんか全然、17の時に事件起こったんですけど、夫とかなんか、夫って逮捕された時笑ってるんですよ、うん、映像が。いや、気持ち悪いなぐらいにしか思ってなかったですね。あ、じゃあ、まあ、いっぱいは世間一般の感覚ですよね、うんうん、それで25からあの事件後にこのそれにちゃんと朝原にしっかりハマってくっていうのは、はい、今思うとなんでだったと思いますか？なんか多分なんですけど、ちょっと純粋やったんかなって思います。信じちゃうんですよ、すぐ。うん、そうなんですか、うん、なんていうふうに教えられるんですか、朝原さんはこういう人だって。いや、本当にもう最終下脱者で、お釈迦様よりもすごい人って聞いてました。でそれがもうすんなりとこう受け入れられるぐらいの気持ちになってたんですか、うん、はい。はあ。ですからその最終下脱者の朝原さんが認めた人、うんうん、新見智光さん会いたいみたいな、うんうん、はあ。ですからその悩みなど打ち明けて、うん、それどんな感じで対応してくれたんですか？なんかすごい優しい人なんですよ。でもすごい人気、本当に人気者で、手紙を結構しっかり書いてくれて、もう優しい、とにかく優しいですよね。話し方も柔らかいし、すごい純粋やしで、あんまり何を答えてもらったか覚えてない。でもとにかく優しかったなとか、うん、笑顔で対応してくれたなって印象があって、うん、はい。でもその時はもう好きになってるんですか？うん、なんか初めて会った時すごい好きになったんです。はあ、うん、それでまたもう一回面会申し込むんですか？はい、なんかその時になんか早川清秀さんとか中川智政さんにも会いって言われて、うん、あ、じゃあって思って早川さんにも手紙書いて予約取って、うん、早川清秀さんにも会いに行って、そっから2年ぐらい月に2回上京して、行った日と翌日とで早川さんと夫、まだ結婚してないんですけど会ってましたね、月に2回ずつ。早川さんがすごいまたいい人やったから。だからその、うん、もう捕まってるオウム幹部に会うに、うん、面会に死ぬって行くための旅行なんですね。はい。はあ。そのことを月に2回行ってるとかは、うん、両親とか友達は知ってるんですか？友達は知ってましたけど、両親には別に言ってない。で、友達はまあ好きにしみたいな感じですか？普通にこんなん話したよとかさ。で、それで、うん、2009年に結婚とおっしゃったじゃないですか。あ、結婚はもうちょっと後です。2011年のなんか大震災の直後になんか結婚しようって言われて、うん、3月ぐらいか、うん、結婚するってなったら東京住むしかないじゃないですか、うん、だからすぐに準備して東京出向して毎日会いに行ったみたいな。まず2007年に始めたわけですね。はい。そっから4年間月に2回ずっと会うんですか？多分そのぐらいで会ってたんかな。会いに行ってない時も ありましたよ、忙しい時とか、うんうんうん、あ、でもあの早川さんはもう死刑確定した後会えなくなってるんで、家族しか、うんうん、死刑確定したら家族しか会えなくなるんですよ、うんうん、でもその外部交通者って言って3人選べたんですけど、そのうちの1人に選んでもらったんで、夫からで会いに行ってて、うんうん、そしたら結婚しようって言われました。その外部交通者に選ばれた時はやっぱめちゃくちゃ嬉しいんですか？うん、嬉しかったですね、すごい。親とかは反対しなかった？親は反対されましたから、すごい ずっと反対でしたよ。結婚籍入れたとも言ってなかったし。
親にはいつ分かる？親がちょっと仕事の関係で戸籍謄本取り寄せた時に籍入ってるの発見して、その時バレたみたいな。あーで、めいみって何みたいな。何っていうか、まあ言ってたんで結婚したいっていうのはしたんや、うん、みたいな。だから出た2011年に、うん、震災があったタイミングっていうのは、うん、それによってどういう心の変化があって結婚したいっておっしゃったんですか、旦那さんは。いろいろ思ったんじゃないですかね、震災によってたくさんの方亡くなったじゃないですか、うん、やっぱ結婚し私と結婚しても会える枠が増えるわけじゃないんですよ。3人会える枠が3人おって、結婚したら別枠がちゃんとできるのに、他の人と結婚した方が絶対いいのに、その3人の中で結婚しようってできたから、あ、ほんまに結婚したいって思ってくれてるんやと思ったんで結婚しようと結婚しました。はは、他の3人、2人も全員女性なんですか？うん、男性ですね。はあ、うん、でも本当に熱心な信者、アレフ信者。現役ではなかったですけどね。現役じゃない人もいるんですね。うん、結婚してから、ちょっとそこから東京に上京するんですか？うん、はい。どうやって暮らしよう？で、あ、普通に就職して、接見が月曜日から金曜日の朝9時から夕方4時とかまでなんですよ。だから土日と平日3日間働く、うん、その3日間もお昼から働けるとこ探して、うん、だから月火水木金と会いに行くみたいな夫に。あ、午前中？午前中とか休みの日はまあ昼からとかあります。旦那さんは、うん、東京拘置所にいるんですか？はい、葛飾区の小須家、その付近に住んで、うん、そうですね、うん、なんか途中から別に宗教とか関係なくなってて、うん、結構もう普通の人なんですよ。やっぱり仲良くなったら普通やなって思って、うん、人間性がすごい素敵やったし、うん、意志も強いし見た目も綺麗なんで、すごい好きでしたね。ちなみに、うん、新見智光さんが、うん、やってしまったその坂本義彦殺人事件で奥様を殺してしまったとか、うんうんうん、サリンをその散布したとかっていうことに関しての、うん、その時の話とか聞いたりしたんですか？はい、そうですね、はい、友達から聞いといてって言われたことがあって、うん、その坂本弁護士一家の、まあ、その実行する時どんな気持ちやったか知りたいって言われたから、うん、それを接見で聞いたら、うん、家に入るときどんな気持ちでいた聞いたら、もう覚悟決めて入ったから何も振り向くことはなかったって言いました。うん、だから、うん、その新見智光さん自身は、うん、朝原さんから指名されてその実行犯になったんですか？はい、そうですね。なんか早川さんが夫のことを、 あれは軍人やからって言ってました。指令が出れば、うんうん、ただ行くだけっていう。はい、人を殺すって、うん、なかなかの精神状況じゃないですか、うんうんうん、でもそれはもうやるしかないって思えるぐらいの洗脳されたという感じなんですね、うんうん、そうですね。本人は洗脳とかマインドコントロールとか信じてなくて、私も信じてなくって、で洗脳って本当にこうなんか薬とかで脳を変化なんていうの、うん、麻痺されていくじゃないですか、まあ、自分ももちろんそうなんないし、マインドコントロールって言ったらすごいなんか無責任な感じがするんですよ、うんうん、どちらかというと夫も、まあ、私もなんですけど、その思想にはまった、思想に染まったって感じですね、うんうん、いやか思想だけで言ったら素晴らしいものなんですか？うん、でもじゃその思想を考えた人がこの、まあ、めちゃくちゃなことというか犯罪行為を指示したとしたらやむを得ないなっていうマインドになってるんですか？いや、なんかね、やっぱりその信者の人からしたらめちゃくちゃなことを指示っていう感覚ではなくって、必要なことをしか必要なことだから指示してるっていう風に。そっか、じゃあそれは、うん、もう獄中にいる状態でもまだ、うん、その新見さんは、うん、坂本弁護士一家殺人事件とか自分がやったことってのは、うん、まあ、必要だった行為だなっていう気持ちでいたんですよ。まあ、必要だった行為とは言ってないんですけど、まあ、自分からは語らなかったですね。ただ開き直ってはなかったですよ。それは、うん、一応罪を償ってるっていう気持ちで拘置所にいるんですか？うんうん、修行してるっていう気持ち。夫は逮捕された時笑ってたんですよ。すごく有名な映像なんですけど、うん、
なんか気になってて、うん、あの時なんで笑ってたんって聞いたら、その時の回答がニンニクロッパラミツの笑いのようがって言ったんですよ、石鹸で、うん、私もうまく説明できないんですけど、うん、あの簡単に言うと、あのすごい本当に修行一生懸命して、現世からは離れて一生懸命修行してるにもかかわらず、結局は現世に巻き込まれていった自分を笑ってる、捕まってしまった、なんかそういう意味だったと思います。ずっと二十何年間毎日修行してましたよ、朝から晩まで、夜も横にならなかったですね、座って寝るみたいな。それはじゃあもうずっと修行し続けてたんですね、拘置所の中でも。はい、死刑執行された時もアレフですか？あ、もう私は結婚するタイミングでアレフ辞めてたんですよ。あの別に信仰心がなくなったから辞めたじゃなくって、結婚してる状態で、なんか信者の状態で結婚したら警察に目つけられる、結局後に私逮捕されたんですけど、あの受けられるのが怖かったから脱会しましたね。ちなみに皆さん、それどっちに何で逮捕されたの？あ、私はあの一応やってないんですけど、強要未遂罪というのが2件やられて、なんか無理やり入会させようとした、やめてた後なんですけどね、アレフを。で逮捕大阪府警にされて、それでそれは逮捕されたけど、うん、不起訴になった？うん、不起訴されました。だから大阪府警の本部の留置所に4ヶ月おって、で再逮捕もされて、でその後3ヶ月間大阪拘置所で暮らしてたんで、7ヶ月間ちょっと拘留されたんですけど、うん、だから前科がついちゃったとか。そうなんです、前科あるんです。しかもそれもうアレフ辞めてる後に、うん、やっぱりそのあの人の奥さんってだけで目つけられるの、警察から。でもそれで、うん、逮捕まで行っちゃうんですか？行っちゃいましたね。なんか弁護士さんからは、あなたがただの信者やったら逮捕されなかったって言われました。やっぱりあの国家に立てついた新見智光の妻やからだよって。すごいですね、それ。勧誘はしてたんですか？うん、勧誘はしてないんですけど、そういうふうに取られた。で勧誘もしたこともないのに、勧誘、しかもさらに強要、入会、入会強要したっていう、まあ、入会してないんですけど、もちろん勧誘してないから。でも無罪を主張して争ったんですけど、2件ともダメでしたね。それよく刑務所耐えられました？普通に刑務所じゃないですよ、あの留置場と拘置所。留置場と拘置所か、だってアレフ言いながらも普通の仕事もしてたんですよね、一般職、はい、でもあの林真須美さん、近くで大阪拘置所、毎日見かけました。へえ。なんか一応私のことも知ってくれてて、あの長男さんと前イベント一緒にさせていただいたんですけど、なんか林真須美さんに私とイベントすることを言ったら、私がいつも野菜ジュース飲んでた話とかをしてくれたみたいで。へえ。あんまり分からないですけど、やっぱその美さんはやっぱその要注意人物だから大阪拘置所なんですか、その国からしたら。あの要注意人物だから留置場と交渉では独房だったみたいですね。その大阪拘置所って、そんな7ヶ月交流ぐらいの人が行く場所でもあるんですか？あ、そうですね、留置場であのもう取り調べとか全部終わった人らは拘置所にみんな行く感じですね、保釈されない人は。で、保釈が通ったのがやっと7ヶ月目だったんです。結構ね、しんどい場所ですよね。それでも離婚するのやめようって思わなかったんですか？だって好きやから離婚はしないですよ。だって捕まったりとかしたら、いよいよご上司とかもびっくりしちゃうんじゃないですか？すごい心配してたし、面会に来てくれましたね、接見解除、両親だけ接見解除してもらえて、母親がいつも会いに来てくれて、手紙とかくれて。親は何て言ってるんですか？もう別れなさいとか言わない？もちろんですよ、もうそうなん、こんなことなってんのにって感じでした、もう帰ってこいみたいな。でもそっか、もう自分は好きだし、もう愛情持ってるし、で夫からも伝言で弁護士さんから離婚はしないって言われたんで、新見さん自身もする気もないし、でその出てきたのが2010なんですか？あ、そうですね、2013年の12月に捕まって、2014年の6月末に保釈されて、裁判が終わったのがその年の11月なんですよ、翌年の
2月か3月にまた東京にアパートから引っ越して、高知の近くに引っ越して毎日会いに行くみたいな、またなんかでももう開き直ってたっていうそうか、これでこう毎日接見していってっていう生活が続きますよね、うん、で死刑囚って、うん、いつ死刑執行されるかも分かんない状態じゃないですか。そうですね、そのことが分かっていながら執行してるってことなんですよね。あ、まあ執行されないと思ってたんでね。それなんで執行されなかったんですか。再審請求し続ける限り執行されなかったんですよ、ずっと死刑囚の人って、うんうん、それがまあやられちゃったって感じですね。ああ、だからその、まあ、今までの健康で再審請求をしている間は、うんうん、死刑執行っていうのはされないっていうのが、うんうん、通例だったから、うんうんうん、実際に死刑が執行された2018年にも、うんうん、目下、再審請求中だったんですか、うん、はい、再審請求っていうのは、うん、死刑であることを無期懲役とかに下げるための再審請求って感じなんですか。まあ、そのためではあるんですけど執行されないための再審請求だったと思います。それってちなみに誰がリーダーとなってやってるんですか。あのそれぞれみんな弁護士さん別々なんで。再審請求をする上での、なんか一番の動機っていうのはどんなところに置いてるんですか。動機、ここが違うんじゃないかとか、そういうことですか。まあ、言ったら殺してしまってる人数とか、うんうん、加えてしまってる危害とかって言ったら、うん、まあそれに該当するのかなって思っちゃうような人数じゃないですか、うんうんうん、どういう根拠でそれをちょっとおかしいと言えたのかなっていうのは、うん、なんかそのでも説明しなきゃいけないじゃないですか。そうですよね、どんな説明なんですか。ちなみにその弁護の文面なんか、本当に夫に関してはほとんどなかったんですよ。もう全部認めちゃってるし、結局その殺人罪で裁かれちゃったんですけど、内乱罪でやらないかみたいな話になってて、内乱罪だけやったら首謀者しか死刑にならないんですよ、うんうん、もう内乱罪が適用されなかったから、それでやってたんかもしれない。すいません、ちょっとはっきり覚えてなくて、うん、なるほど。じゃあ自分がやったってことも認めてるし、はい、自分の意思でやりたくてやったわけじゃないっていうことが争点みたいなことですか、うん、まあ夫に関しては再審請求すごいしづらかったと思いますよ、全部認めてる。同じ月に13人一件って感じですか。そうですね、7月の、うん、6日とあとは20何日かにありましたね、うんうん、で分けて朝原翔子とか含めた大務幹部が13人、うん、お2日間に分けて死刑執行されていくってことですよね。はい、毎日面会って月から日までですか。あ、月から金で、夫は2018年の3月に移送されてきたんですよ、大阪に。私もちょっと当時大阪に住んでたんで、うん、でもどこに移送されたかもわからない、移送されましたってニュースだけがあって、移送されましたのニュースを聞いた翌日、ちょっと仕事休んで試しに大阪拘置所行ったんですよ、うんうん、そしたらおって会えたみたいな。それって移送、家族にはどこに移送されたかは伝えてないけれども、うん、でも逆に移送された先にその家族が来たら会えるんですか。そうですね、はい。しかもそんな死刑囚が入れる拘置所なんて限られてますよね、うんうん、そうですね。でも大阪拘置所は折れたんで、うんうん、それって今思うとその執行するための準備っていう感じ。そうです、はい。その時ってもう全員が大阪に来たんですか。うん、うん、大阪は井上さんと夫だけでしたね、うんうん、3月に移送されて、うん、そこから移送されてから旦那さんの様子変わったりしましたか。うんうん、3月14日に移送されて7月6日まで、まあ、やっぱり不安そうでしたよ、うん、でもいつも笑顔でした。だから別に特に体調が変わった様子もなく。体調はね、ちょっと2018年入ってからあんまし良くなかったですね、ちょっとストレスで。あ、獄中に入ってそれは何年目ですか、2018年。もう二十何年やってたんですけど、そのストレス、別に獄中のストレスじゃなくって、2018年の1月に高橋克也さんが無期懲役最高裁で確定したんですよ、うん、そしたらオウムの裁判もう全部終わってしまった、うん、そしたらもう危ないんじゃないか、うん、あー、そっか、もう2018年にオウム関連の裁判っていうのが、うん、そっか、終わってないものがもう全くなかったんですね。はい、逆に2018年まではあったんですね、うん、
そうか、それが終わるとなるともう、うん、いよいよそろそろ執行していく順番だなっていうのを感じ取ったわけですか。はい。だって別に、うん、その13人の幹部たちは隣同士で会話ができるわけでもなく、うん、ってことですよね、うん、世の中ニュースとか見れたりするってことですもんね、うん、当事者にいても。あ、ニュースは見れないです。テレビもない。テレビも見れない。テレビ見れない。ラジオは流れてくる。でそれは全部ラジオでそういう情報キャッチするんですか。いや、まあ新聞も読めるし、あ、まあ私が言ってるから話するしみたいな。なんか夫が不安になった、私も不安になっちゃって、うんうん、なんか友達にどうしようって言ったら大丈夫だよみたいな、そんな13人一気になんてありえへんやろみたいな、うん、今までなかったじゃないですか、日本で13人一気になんて、うんうんうん、その1936年の226事件以降そんなことはされてないから大丈夫って私が夫に言ったんですよ、うんうんうん、で友達も、うん、なんやろって言ってました。なるほどね、うん、励ましてて。じゃあその7月に執行されるじゃないですか、うん、執行される前日とか、うん、当日は接見できたんですか、うんうん、あ、前日はあの仕事、あ、結局大阪移送されてきたから私が仕事の契約その日に変えて2時上がりにしてもらったんですよ、ずっと、はいはい、だから大阪拘置所に会いに行けるから、で毎日会いに行ってて、7月5日の夕方に会いに行って、うん、翌日が7月6日の金曜日やったんですけど、ちょうどなんか仕事休みの日やったんで、明日朝一で会いに来るねって言って、朝一で行ったら30分接見できるんですよ。朝一で会いに行くからって言ったらめっちゃ笑顔で、こんなん当たり前でしょとか言われて、もうめっちゃ笑顔で接見室から出て行って、で次の日の朝、朝一8時に行って、拘置所で申し込み用紙書いて、うん、待ってたらなんか呼び出されて、急になんか廊下の向こうから刑務官2人が走ってきて、ちょっと外出てくださいって言われて、うん、拘置所の外まで連れて行かれて、なんか絶対普通じゃないなと思ったから、執行があったんですかって聞いたら、言えないって言われて、うん、もうな、結構しつこく聞いたんですよ、うん、そしたらそのもうこの後しかるべき場所から連絡がありますって言われて、うん、あ、もう絶対そうやと思って、ですぐちょっと拘置所のロッカーにスマホとか預けてたんで、スマホ取りに行って、で夫の家族とか自分の親に電話して、あとは土屋まさみさんの奥さんがすごい仲良くしてくれてるんですけど、あ、多分一番最初に土屋さんに電話して会いに行った方がいいよって言って、でそうですね、夫の家族と自分の親に電話して、友達にも電話して、なんか執行あるんかもしれへんって言ったら、なんか今ニュースでやってるわみたいな感じで、はい、でその新見さんは実際に本当に執行されたことはニュースで知るんですか、それとも実際に連絡が来るのはどっちが先なんですか。あ、でね、私がなんか駅におるときに、なんか拘置所から電話がかかってきて、出たら大阪拘置所ですって言われて、刑務官の方で、今朝ご主人の刑を執行しましたって言われて、奥さんに伝言がありますって言われて、伝言言われて、それで遺体引き取りますかって言われて、引き取りますって言って拘置所にすぐ行きました。奥さんへの伝言ってのは何なんですか。うん、あ、なんかもういつも通りでしたね。なんか今までの感謝の言葉とか、葬儀はちゃんとやってほしいとか、私に葬儀してって言ってたんで、うん、まあ、最後がなんか愛していますかなんかでしたね。うん、え、じゃあその、うん、まあ、死刑執行された7月6日2018年、うん、結婚した期間っていうのは何年になるんですか。6年間ですね。実際にその、まあ、遺体受け取りますかとかって言われるじゃないですか、うん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 、どこで受け取るんですか。どう、あ、大阪拘置所に行ってまず領地金とか荷物を受け取る手続きとか全部して、職員さんのとこで、それでその時に死亡診断書渡されたんかな、うんうん、で、まあ、軽死って書いてあって、死亡原因のところに、で死亡した時間も書いてあって、大雨の日で西日本豪雨の日やったんですよ、うんうん、でマスコミの人とかがすごい拘置所に来てたんで、うん、
拘置所が葬儀会社まで車出しますって言ってくれて、うんうん、近くの葬儀会社まで送ってくれて、うん、で葬儀会社に着いたら葬儀会社 の, 社あのスタッフの方がおって、まあ、ドライアイスとかまだ入れる前なんでお会いしますかって言われて会ったみたいな感じで遺体にそこ でそこから手続きして自宅に移送してもらいました。遺体に会った時は、うんうん、どんな顔でしたか。これなんですけど、なんかほんまに眠ってるような顔で、いやこれ普通にまだ亡くなってるって言われないと分かんないですね、うんうん、はい、本当に触れたこともなかったんで、もう触りたいと思って、で、うん、でその棺桶の蓋をけてもらって、もうじゃあ触って、まだ心臓熱かったんですよ。まだ全然冷たくもなくて、熱いままで。それすごいですね。まだ一回もそば触ったことないんですか。なかったんですよ。だからすごい触りたかったからずっと。それってどんな感じですか。腕喜びも湧き上がってくるんですか。初めて触れ合えたみたいな。そうですね。ただついさっき執行されたとこやからショックも受けてるんですよ。やっぱ死んじゃったみたいな感じで、うん、だからまあでもやっと触れた。死なないと触れないかったから絶対に。うん。うん。それはすごい話ですね。そうですか。一通りこう、まあ、触れ合いというか、うんうんうん、終えてからは葬儀屋さんと話すんですか。そうですね。どういう葬儀にするかって。葬儀屋さんはもう絶対に引き取らない方がいいって言ってきて、そのマスコミの人とかがもう外におるし、やめたい方がいいって何回も言うんですけど、夫は絶対私の自宅に引き取ってほしいって言ってたんで、うん、もう絶対連れて帰りますって言って、で移送してもらいましたね。自分の暮らしてた家に、うん、その旦那さんとの遺体と二人きりでいるじゃないですか、うん、その時何を考えてたんですか。なんかもう人がひっきりなしに来てたんで、結局金曜日に遺体引き取って、月曜日に火葬したんですけど、結構みんな日本中から人が会いに来てくれて、だ夜は一人じゃないですか、なんかよ、まあ、なんか部屋狭いからその横で寝ててって感じですね。全国から会いに来るっていうのは、うん、元信者の人が会いに来るんですか、それともなんか言ったらちょっとしたファンみたいな人、うん、そういう方も来られましたし、現役の方もいっぱい来てくれましたね。あ、現役のRFの方、うん、なんか夫ってなんかすごいなんかスーパースターみたいに思われた部分あったみたいで、信者の人から、うん、結構見てて思いましたね。遺体と対面してはるとこ見たらそうなんやなみたいな、うん、信者の中だとその朝原の、うん、そういう思想みたいなものに忠実に従い結果を出し、まあもう教団にとって必要である重大な責務を全うした人みたいな、まあ、あとはまあステージが整体師っていうステージであるのと、捕まってから二十何年間ずっと信仰を貫き通して使用をやめなかった、やっぱりすごいなかなかできることではないです、うん、そういう旦那さんによって、うん、でまあ被害に遭われたというか、うんうんうん、まあ、亡くなってしまった人の遺族とかからは何か新見さんに連絡があったこととかあるんですか。いや実は1回あって、私がロフトでイベントロフトプラスプラスアンウェスで初めてイベントした後に何かお電話いただいて、ちょっとお名前出せないんですけど、まあ、地下鉄サリン事件のでご家族亡くされた方なんですけど、うん、お礼言われました。 お礼言われた、うん、あ私夫日記とかすごい残してて、もう最後信仰心なくなってたんですよ、うんうんうん、でそれを私が言ったんですよ。旦那さんの日記から読み取るに、うんうんうん、もう信仰心が最後のないっていうのを、うん、そうか、そのことをイベントで発表というか、あ、まあ、イベントっていうか取材でも答えたことがあって、うん、それを見てはって救われたって言ってくれました。だからもう恨んでませんって。なるほどね、うん、そっか、だからもう二十何年も獄中にいて、うん、ちょっとずつその信仰っていうの溶けちゃったっていう感じなんですか。まあ、最後です。本当に多分2018年からだと思いますけどね、あの感じだと。あ、そうですか、うん、やっぱ死を前にしたり移送とかあって環境変わったりとかですよね、うんうん、それは日記で読み取るじゃないですか、うん、それとも、うん、その新見さんとの会話の中でも、うん、そういう節はあったんですか、うん、でもあったけど
信仰心も あったやろうし、あの地下鉄サリン事件ってなんであんなことしたんやろうってずっと私も思ってて、意味なんか全然意味がわからないじゃないですか、あの事件って。夫にあれって何やったんって過去に聞いた時に、孫子は病気だったんだよって言ったんですよ、うんうん、で、まあ、自分はそのリムジン会議には参加してへんから分かれへんけど、孫子はもうあの時病気だったよって言ってて、だからもう正常な状態じゃなかったんだよってはっきり言ってましたね。なんか何のなんかその信者の人らみたいに深い考えがとか、そういう考えで夫はないから、うんうんうん、夫はちゃんとそばで見ているわけじゃないですか、うんうんうん、朝原さんのことも。だから、うんうんうん、やっぱり最後の数ヶ月で全然なくなってましたね、うん、後から分かったんですけどね。ああ、そうと、あの日記の内容を、うん、それはどんな文脈から読み解けたんですか？とね、私もあの日記いっぱいあるんですけど、あんまりその最後の日記ですね、本当になんか結局その六道輪廻がないことが分かったっていうのだけははっきり書いてあって、うん、で六道輪廻ってめっちゃ基本なんですよ、オウムのそれがない。あとはもう本音で話すときは僕って話す人なんですよ、うん、僕はもうついていかないってはっきり書いてました。あのずっと孫子と輪廻転生するって言い続けた人が、うん、僕はもう一緒に行かないってはっきり返してたから、大阪に来てから、うん、ああもうそうなんやみたいな最後は、うんうん、で仮葬の葬儀には、うん、どういう人が参列したんですか？いやもう仮葬に関しては本当に元信者の方がついてきてくれて、一人大変じゃないですか、骨拾うのが、うん、で前骨で拾ったから一人はちょっと無理やったんで、うん、で来てくれて一緒に骨全部拾ってアパート帰ってきましたね、うん、骨持って一人で。その骨はどうしたんですか？あ、今もまだありますね、部屋に。あ、一緒にいらっしゃるというか。そうですね、ずっと。その葬儀にはご両親来たんですか？あ、これあ、夫のね家族は来てくれました、うんうん、旦那さんの家族はどんな心持ちなんですか？うん、あ、まあ、まあそれはやっぱりまあ、ご両親にしたら可愛い息子やから、設計にもいつも来てくれてたし、それは最後まで変わらないです、両親は。ゆみさん自身は、うん、アレフは、うん、途中で辞めてるんですよね。でもあの夫が生きてる間はずっと自分も信仰心あったから、あの夫と話すときはもう孫子孫子とかグルとか言ってるし、うん、二人でねよく設計中修行しとったんですよ、一緒に。十何分、うん、二人で大乗の発願とか苦の師匠とかマントラとか二人でこうやって唱えてて向き合って、うん、それどこからじゃなくなってはいなかった？あのやっぱりね大阪に、うん、や大阪来てからとかはもうしてないですね。あのちょっとバタバタしすぎてたんで、いそうなんか私は毎日会いに行くけど状況が変化し続けてたからもう執行なんじゃないかみたいな、うん、ずっとなんか楽しい話しようと思って、チョコレートが夫好きなんでチョコレートアルフォートを差し入れしたりとか、うん、楽しい話してましたね毎日。でも楽しい話って二人の思い出ではないですもんね、うん、自分がこういうことがあってとかってことですか？そうですね。でもまあ友達からよく言われてたのが、その私からその夫の話を聞いてたら普通のカップルの話にしか聞こえへんってよく言われとったんですよ、うん、だから普通のカップルがする会話。あそこ毎日20分、うん、まあ、30分です大阪語で。逆に言うと、うん、そんな毎日30分ちゃんと真剣に6年ずっと会話してる夫婦っていうのも意外と珍しいのかもしれません。時間が短いからもうそこ集中しないといけない。結婚したことを後悔したことはないですか？後悔はないです。今もしてないで、別の人と再婚したいなとかっていう願望はあったりするんですか？うん、ありますね、やっぱり。そういう気持ちは徐々に芽生えてきたって感じですか？うん、あ、そうなんですよ。なんか今年の夏になんか夫の死を乗り越えることができて、急にそうなんですか？5年経って急に乗り越えて、それは何がとてもあかでもないですか？いや、なんか本当に何がきっかけってわけでもなく、この7月6日5年でなんか本当にそのぐらいのタイミングで、あ、私乗り越えたなって感じたんですよ、自分で。
ほんなら、あ、恋愛したいってすごい、そっからやからまだ3ヶ月かなってない。なるほど、うん、じゃあ今そう確かに印象としてずっと明るいなって思ってるんですけど、うん、このなんか不思議なマジの明るさって何なんだろうと思ったんですけどそういう風な気持ちになりたてってことなんですか。違う、いや私ずっとこうなんです昔から昔からこんな感じです。言ったら、うん、25歳とかまでは、うん、普通の OL っていう感じ。そうですね、はい、いわゆる、うん、こんな人生などもどうして思ってなかったんですけど、でもなんか普通の人生は無理やなってなんとなく思ってた。でもそうですね、うん、本当触れ合ったこともない人と、うん、結婚を決意してそれで、うん、死刑まで添い遂げる、うん、もともと読者だったとかじゃないですし、うん、なんかでもすごくこう人にすごい助けられることが多くって、はい、友達、今も学生時代の友人たちがすごいずっと親友付き合いしてくれてたり、はい、捕まった後も変わらない付き合いしてくれてるし、まあ、土屋まさみさんの奥さんもずっと親友でいてくれてたり、あとは両親がすごい今も大切にしてくれてて私のこと、うん、ね、職場の上司とかもめっちゃ理解ある人で、まあ、いろんなところの愛情を受けてるんですね、うんうん、だからなんかうまくいってますね。うん、でもすごい面白い人生ですね。なんかね、今思えばそうか、でもそうでも大したことない、全然大したことないっていうかそれを、うん、ちゃんと自分で選んでるじゃないですか、うん、それをね、だから全部自己責任なんですよね、何があってももう分かった上で結婚してるんで捕まるだろうみたいなのはありましたよ。いつかは捕まるみたいな。まだアレフってあるんですかね。 ありますね。でも、うん、そこに対して何か思いはありますか。あ、っていうか私なんか別に嫌でやめたわけでも何でもないんで、普通に仲いい人たちもすごいみんな残ってるから、とりあえず仲いい人たちが頑張ってるから、まあ、頑張ってほしいなぐらい頑張ってほしいんだ。まあ、そこ別に犯罪をさ起こさなければっていう感じですか、うんうん、そうですね、みんなそれを生きがいにしてやってはるからね。カルト宗教みたいなものが、うん、なんかその問題視されてるじゃないですか、はい、言ったらそれで多額の献金しちゃって家庭が壊れちゃいましたとか、うんうんうん、まあ、その信仰の中にちょっと虐待をなんか助長するような信仰があったりとか、うん、そういうちょっと負の部分もありますけど、うん、カルト宗教に救われてる人もいるっていう感覚はありますか、うんうん、なんか私の個人的な意見なんですけど、はい、カルトであろうが何であろうが本人が幸せやったらいいんじゃないと思ってます。うん、それは仮に、うん、それって家族も巻き込まれてたってことですか。そうですね、まあそこがねあれですよね、自分一人でやる分には全然いいと思うんですけど、家族巻き込んで家族がちょっと不幸になってくるね、献金とかで。ミミさん的には例えば独身です、うん、で月給料が、うん、では50万あります、うん、で自分が好きで月30、うん、まあ、で40万献金して、うんうん、家賃 3万円のアパートに住んでるって人は別に、うん、まあ、好きにすればいいじゃんって感じですか、うん、はい、うんうん、それで楽しく生きれてるんだってことですね、うん、やっぱりニーミさんが言うアレフの、うん、に 今も頑張ってらっしゃる仲間たちっていうのは、うんうんうん、その活動をすることが幸せだっていう感じですか。そうですね、やっぱり心の支えにしてるし、教えとかお布施、まあ今お布施できひんみたいやけど、まあ、それで私も信徒やったから分かるんですけど、まあ、自分にはこれがあるっていうので、まあね、心の支柱にして生きてるん分かるから、本人が嫌になったらやめたらいいんじゃないかなって。新見さんは、うん、まあ、その新見さんに出会うまで、その旦那さんに出会うまで、うん、入ってからの4年間続けたのは、うん、やっぱ楽しかったこと。あ、そうなんです、本当に単純に楽しかったからです、うんうん、やっぱり達成感もあるし、うん、まあ、お布施もできるから功徳も積めるみたいな感覚ですよね、うん、ある意味だからバイトもしてるし、うん、草野球が趣味な人と同じって感じですか。うん、まあ、ただ多分微妙に違うのが、
どんどんその家族よりも大事になってくるところがちょっと危ないかもしれないですね。あ、うん、そっか、じゃあやっぱそれは、うん、今振り返ると危ない、うん、状況にいたなとは思うんですか。私は別に両親から見捨てられたりしなかったけど、見捨てられてる人結構何人も見てきてるんですよ、うん、縁完全に切られた人とか、うん、辞めた後戻る家もないし、やっぱりかわいそうですよね。そこは逆に戻れないっていう側面もあるんですか、うん、一般社会に。そうですね、本当に完全に一人で生きていくって決めた人は戻ってるの見てますけど、やっぱり頼る家族がゼロってなかなかね、しんどいんじゃないですか、うんうん、逆にそれを恐れて本当はだけど残ってしまうっていう人もいるんですか。結局そうですね、今の残ってる人はもう高齢化してるから、放り出されたところで仕事もできひんし、アパート借りるも保証人もいないし、残らざるを得ない人も結構いるんじゃないですか。そう考えると、そういう人をどんどん一般社会に救済するみたいなってのは、うん、ちょっと本当はあった方がいいんじゃないかって思いますか。それともそれはもうそれでその道として生きていけばいいんじゃないかって。なんか結局今そうなってる人たちも自己責任じゃないですか、はっきり言って。だから自分で何とかするしかないと思いますけどね。本当になんかだから生活保護を受けてたりする人もおるけど、そんだけ頑張って修行して出家してた割には、なんで現世に戻ってそんな生活保護みたいな生活になるのって、すごいそこは思いますね、私とか。私はだったらそのまま出家したままでよかったんじゃないかと。出家 というかその結局その出家してる人たちって信徒さんからすごい敬われる存在なんですよ。で、信徒さんって自分で働いて自活したお金をお布施してるじゃないですか。でそれを受けてるのが出家してる人たちで、すごい自分たちの方が上やみたいな感覚の人ら多いんですよ。でも実際現世に放り出されたらやっていけないんですよ、その人だって。だから何やろなるほど。じゃあ逆に言うと信徒ぐらいの感じが、うん、まだだって人間様だったら普通に一般社会生活を送ってるわけですよね、うん、今も働いてらっしゃるじゃないですか。あ、そうですね、はい、大阪で、うん、はあ。ちなみに ここから残りの人生は40年とか、うん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 、どんな風にしていきたいとかってあるんですか。いやー、なんかこの夏から立ち直って乗り越えたばっかりなんで、でもなんか再婚したいかなって感じですね。でもこんだけ明るかったらなんかできそうですね。いや、どうですかね。ちなみに絶対かなわないけど、うん、死刑囚だった旦那さんの子供欲しいなと思ったことありますか。うん、ありますよ、やっぱり、うん、女性ってこの人の子供を見たいとかっていう気持ちになるって言いますよね、うんうん、とかでもそれはもう結婚してる時点でかなわない。そうそうそう、かなわないです。それはじゃあそれでもう叶わない夢っていうことを思いながら。そうですね、うん、こういう出る活動みたいな他に何か知ってる。あ、はい、今天野智次郎監督 の私の魔境っていう映画がアマプラで見れるんですけれども、はい、オウム真理教をモチーフにしたフィクションとドキュメンタリーを混ぜた映画で、そこに私もインタビューで出演させていただいてるんですけど、それがそうですね、Amazon プライムで見れるんで、ぜひ見てほしいなと思ってます。新見さんがこのドキュメンタリーパースってことですか、じゃあ。はい、で結構貴重な夫の実は亡くなった後の写真も見れます。あ、そこで。はい、はあ、なるほど。貴重なその写真、他の写真とか残したノートとか死亡診断書も写してるんで、はあ、だからぜひ見てほしい。なるほどね、うん、じゃあそんなのも見れるよってことですね。わかりました。死んだら、うん、あの世があると思ってる派ですか。ああ、絶対あると思います、うん、じゃあ会えるかなって感覚ですか。あ、私は絶対会えるって信じてますね。なんかいつもそばで見守ってくれてるなって感じるんで、うん、逆に言うと、うん、それって後追い自殺みたいな気持ちになったことあるんですか。実はなんか夫が生きてる時、結婚した時に夫が執行された、私もついていくって言ったんですよ、うんうん、夫はなんか嬉しそうにしとったんですよ、うんうん、でも本当に死が近づいてきた時に、それはなんかやめてくださいって手紙で言ってきましたね。なんか死なないでくださいって。じゃあそれ言われなかったら今ここにいない可能性ありますか。そうですよね。いや、でもそんな勇気ないかもしれないですよ、私。でも夫
が一緒に死んでほしいって言ってたら多分一緒に行ったと思います。でもそう考えると、うん、それはやめてほしいっていうのは優しさですよね。多分そう、それかもう信じてた六道輪廻がないっていうのを最後の段階で分かったみたいやから、死んだ後のことがよく分からないと思ったんだと思うんですよ。で夫はよく言ってたのは、まあ、自分はその孫子の次にカルマを作ったから27人殺害に関わってるんで、自分はもう地獄に落ちるんだよねって言ってて、で夫婦は同じ世界に行くってなってるんで、あじゃあ私も地獄やねとかよく言ってたんですけど、はあ、うん、面白い愛の形ですね。面白いなんかこの設定はめちゃくちゃこの特殊だけど、うん、かなりの純愛物語ですね。なんか、まあ、触れ合うこともできなかったんで、ねえ、うん、だって手をつなぐことすらはできない、うん、はあ、うん、じゃあ丹生さんありがとうございました。あ、ありがとうございました。はい、また連絡します。はい。